ギオムキバフーリソロはコートジボワールの政治家。2007年3月29日のワガドゥグ合意以降、2012年3月まで同国の首相を務めた。2011年より2012年まで国防大臣を兼任。ムスリムの多いコートジボワール北部の出身だが、ソロ自身はカトリック信徒である。1995年から1998年まで、 コートジボワール学生連盟を指導していた。1999年12月にクーデターに成功したロベール芸将軍を支持していたが、2000年の大統領選挙でアラサン・ワタラが排除された際に、ワタラの支持に回っている。反政府運動であるコートジボワール新勢力の事務総長を務めており、また現在コートジボワール愛国運動の事務総長を務めている。 ソロが指揮する勢力は2002年から2007年の間、コートジボワール国土の48%を実効支配していた。2010年大統領選挙では、アラサン・ワタラ候補の当選を支持し、ローラン・バグボ政権の首相を辞任、後に、ワタラ政権の首相として再任された。2011年より国防大臣を兼任。2012年3月13日に首相を退任した。 2019年12月24日、2020年10月の大統領選出場を目指し避難先の国外から帰国しようとしたが治安部隊により阻止された。2020年4月28日、フランスに逃亡中のソロに対し裁判所は横領などの罪で禁錮20年と5年間の公民権停止を言い渡した。ありがとうございます。